こんにちは、行田ゆなです。イエーイ、ヤッホー、こんにちは。イエーイ。はい、はい、というわけで、まあね、今日もね、ちょっと稽古行く声おかしいな稽古行く前に配信をしようと思って配信やってます。今日ね、稽古終わりがね、ちょっと何時か分かんないんですよねなんか入り時間は書いてあるんですけど、終了時間が書いてなくて、そう、なんか終了時間が未定だから、まあ今日は集合もう遅いので、もうじゃあ昼やっちゃおうと思って、そう、ちょっと昼やっちゃいますね。そこまで遅くはならないと思うんですけどね。いつなんでしょうかね、終わるのはね、ちょっとわかんないですけど15分だけ、ね、うち何時になるっけ、でも13時ちょっと過ぎだから、ああ、いけるいける、うんうんうん、というわけで、もしかして0時超えることあるのだって、それはない、それはないですね。稽古で0時超えることは絶対にないです、ないないけど、まあでも大体そうね、いつも何時とかだろうね、うん、ダメけど、もう0時超えることはね絶対にないですね。今まで一番遅い稽古とかでも9時とかには終わってたから、うん、まあそれぐらいじゃないかな何時でしょう。でも今日でやっと稽古のざっと通した感じが最後まで行くんですよ。今日稽古のなんていうの、稽古の、話が最後の話まで、そう、芝居稽古とりあえず終わるので、そう、イエーイイエーイなんだけどさ、後半のセリフが本当に入ってなくて、待って、昨日やばかった、マジ全然セリフ出てこなさすぎて笑った。そう、とりあえずね、今日で芝居終わって、こっから多分細かく見ていったりとかするし、多分20日から後半は結構千織さんがメインになってくるんですよ。まあ、千織さんが昨日初日迎えた後に稽古来てて、昨日千織さん周りを全部やったんですよ。まあ、だから私と同じ投稿役、私と同じ役なんで、私と同じ役周りを全部やったんですけど、でも多分そうね、まあそれまでがずっと私だから、多分来たら多分千織さんがメインで、まあ、お芝居の指導だったりとか、そうそうそう、そういうのが始まるし、まだね歌とダンスがねついてないパートも何個かあるので、それもね覚えていかないといけないですし、今日何日ですかね21か、やばいんだけど、もうちょっとでさ、あれじゃん、ライブじゃん、やばいよ、うち何もやってないわ、そっちやばい、舞台の台本を覚えるのに必死すぎて、そっちの芝居じゃないわ、ライブの方何もやってないまあいいや、そっちはできるでしょう。とりあえずね、13日に何曲かは入れてるから、それを思い出さないといけないね。思い出して、あとは歌割りの歌を覚えて、あと起こさないといけないやつ、ちょっと自分で起こさないといけない、振り入れがないやつは自分で起こさないといけない。やばいやばいよ。明日もね、朝からねレッスンなの。うちも早起き嫌なんだけど、やばいよね、明日早起きなの。そう、私がこの世で一番嫌いなのは早起き。明日は朝っぱらからレッスンですよ。レッスンして昼から稽古行ってみたいな、夜までみたいな。やばい、嫌いすぎる。早起きが本当一番嫌いだ。覚えられんじゃなくて起きられん。早起きするんだったら夜更かしした方が全然いけるタイプの人なんですよ、私の場合はね。そうそう、なんかね、やばい明日。でもここから割とずっと朝レッスンして昼から稽古みたいなの多いからな。全然ですけどね。早起きだけ厳しい早起きだけ厳しいですね。早起きがなかったらね、いいんですけどね、とかって無理なんですけどね、そんなことは。まあ分かってはいるんですけど、早起きがねあまりにも嫌いすぎて。ピンですね。本当にピエンですよね。荷物がパンパン。よっこしょ。いや、そう、なんか私だけだ、それだけだね。なんだろうね。実は覚えてないな。なんだろうね、何回やったしたんだけど忘れた。なんだろうね、3日。今日雨降るっけ？待って、今日雨降るよね。夜からね、降るよね。夜7時とかそれぐらいから降らない？ほら9時から19時から降るじゃん。やばい、傘持ってかなきゃだ。傘持ってかなきゃだね。傘忘れないうちに傘を脱ぐね。もうなんか何時に終わるかわからんからさ、そう終わるタイミングで雨ね降ってきて、傘持ってないやってやばいじゃん。だからちょっと傘ね必要だよね。折りたたみでいいか、めんどくさいからね、尾っぽがついてるやつ。OK よし。そうっすね。あ、渋谷行ってくるだったら、行ってらっしゃい。私がサインしたから見といてね。そう。でもね、うちが行った時はね、あんまりね、人いなかった。うちが行ったタイミングは誰も全然いなくて、その後、何人かファンの人がいらしてましたけどもね。全然気づかれなかったですけどね、私。全然気づかれなかった。自分のファンの人はいなかったよ、だから。自分のファンの人はいなかった。知らない顔だった。そう。普通にいたんだけどね、店の中にね。マジで気づかれんかったよ。普通にこうやって見とったけど、普通にはいって買ってダダってやってた。そう、そうなんですよね。なんか行くところの渋谷のマルキューの前のさ、信号待ってたらさ、なんか話しかけられたけど、なんか仰天ゆりなさんですかみたいな、あ僕はもう行ってきましたって言われて、あそうなんですねってやったけど、店の中ではね声はかけられなかった。まあかけてもらわなくて大丈夫です。実はかけられるとどうしていいかわかんないから。そう、店の中ではね全然かけられなかった。かけていただかなくて大丈夫です。私めっちゃ人見知りなんで、てか基本ほんとマジで話しかけないでオーラ出てるらしい普段そう、私マジで話しかけられた時の他人感やばい、本当に。なんかさ、どうしてんだろうね。なんかマジで本当にどうしていいかわからん。何の対応が正しいのかって思わない、マジでぶっちゃけ。超人見知り出るんだよね。なんかアイドルやってない時マジで人見知り出る。なんかすごい他人行儀いや、知ってるファンでも知らないファンでもあんまり話しかけないでほしい、私は。そう、私はちょっとその普段のプライベートの時の私でかけられる対処法を知らないあんまかけられないからわかんない。まあ、プライベートなんでそっとしといてくださいあ、そう。あ、でもかけられたらそれはもちろんちゃんとお返事はしますし、なんかそんなムスッとした態度はしないですけど、なんか普通にどうしていいかわかんない。アイドルの私じゃないもんその時なんか普通に「ああありがとうございますはい」みたいな感じでは言うけど、あんまりよくわからない。そう、あ、そうなんですねみたいな。でも多分みんなね基本的にね声かけてもらわない方がね多分ねありがたいとは思ってると思うよ。そのもしなんかかけてくらって大丈夫ですよって言ってるメンバーでも、多分どっちかっていうとかけてもらわない方が、まあそっとしといてほしいなみたいな、プライベートだからって思ってる人の方が多いと思う、普通にそうで、表向きはねそう言ってるかもしれないけど、そうそうそう、内心はね多分ね思ってるメンバーがね多いと思います。まあ私は言いますけど普通にかけてもらったら、まあそれはちゃんと反応はしますけどそう、表向きの片方を真に受ける人もいるからね。ね、純粋でよろしいのじゃない。私は割と物事はっきり言っちゃうから、そうですね。割とね、すっぱり言っちゃうんであれですけど、まあね、言わない人もいますからね。私言いますけどね。何かあってからじゃ怖いんでね、やっぱり。じゃあ15分経ったんで終了しよう。私ももうちょっとしたらお家出ないといけないわ。結構行ってくれてベイベー。ランキング13位しんどさん、12位ゆいつさん、11位ゼリーさん、11位カイシーさん、9位ヤングさん、8位キミナミさん、6位ツッチーさん、間違えた、7位だったわ、ごめん。6位カズさん、5位アキヒコさん、4位オカヤンさん、3位ハル太郎さん、2位タカさん、そして今日の第1位はナッティさんです。イエーイ。はい、というわけでですね、昨日から渋谷のマルキュンとこと、あとなんだっけ、ちょっと忘れちゃった、なんちゃら店でさ、26日までポップアップやってるんで、私のサインはマルキューにあるので、よかったらね、タイミングがあればぜひ行って私のサインも見ていただけたら嬉しいなと思いますし、ぜひね、グッズもね、再入荷とかなしなんでゲットしていただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ、もう初日に行けたのめっちゃ嬉しかった。行けないなと思ってたんですけど、ちょうどね、私の稽古時間が遅かったので、入り時間が遅かったので、そう本当はね、そう朝ね、急に行こうと思って、行けるやんって思って、そう急いで準備してね行ってきたので、そうよかったらね、ゲットして、ゲットして写真も撮ってくださったら嬉しいと思います。はい、おすすめの商品ですか？何ですかね。ちなみにね、私行ったら、なんかそのスタッフさんが選んでいただいたらプレゼントしますよって言っていただいたんですよ。私本当はね、なんか携帯のさ、モバイルバッテリーだっけ、あるじゃん、あれの白い方あるじゃん、黒と白があるじゃないですか。私さ、白い方が欲しかったの。そう、かわいくない？あれめっちゃ、私あれめっちゃかわいいと思って、かわいいと思って欲しかったの。でもなんかプレゼントしますよって言われて、あれが一番商品の中で高いんですよ。それをさ、なんかこれくださいっていうのめっちゃこいつがめついなって思われたらどうしようって思って、そうで、ほんとそれと、あとなんかタンブラーも可愛いなって思ってて、そうそれも欲しいなって思っててんけど、なんかちょっとがめつさ出てるなって思われたら嫌やで、しかもタダでもらえる、プレゼントしてくださるって言ったから、ちょっと欲しいけど、さすがになんか高いの選んでんねんなこいつって思われたら嫌やったから、私は一番安かったやつにした。いや、こういうとこ性格。一番安いやつにした。だからずっとね、欲しかったこのキティちゃんのこっちの方のキーホルダーと、あとこのハンカチもらった、この2つをねプレゼントしていただきました。そう、本当はハンカチじゃなくてタオルが欲しかったんだけどそう、ハンカチじゃなくて本当はタオルが欲しかったし、このキーチェーンもね、これともう一個の方が欲しかった、これともう一個の方も欲しかったの。だけどさすがになんかタオルにこれキーチェーン2つにみたいな、ちょっともらいすぎだなと思って一番安いやつにした、この2つ謙虚さ出てしまったマジでほんとこういうとこだなと思った。ほんとにこういうね、こういうところがね、アイドルやっててもね、ちょっとね前に一歩出れないっていうところがね、私のダメなとこだなって思うんですけど、まあはい、というわけで一応ね、一番お手軽なものにねしました本当に、はい、ぜひ皆さんよかったらお揃いにしましょうはい、なんでそんな感じですはい、じゃあそういうわけでぜひよかったらね皆さんゲットしていただけたら嬉しいなと思います。それではまた明日のショールームでお会いしましょう。結構頑張ってきます。じゃあ。